前十字靭帯の断裂をしてしまいました。まあ、今年はもう、はい、終わりましたね。出れない。どこまで戻れるかなーって。緊張感、分からないです。まだ朝早くて
5レーンは青山さん、湖南大学。6レーンは森本さん、京都立花高校。どうでした、スタートライン立った時は。本当に緊張するぐらい吐きそうで、初めてこれ緊張したぐらい、でも感情がよくわからないような走って、でも走り切れてよかったと思います。ちょっと反応遅かったかなって思ったんですけど、まあスムーズに自分の今できる力で走ってたんじゃないかなと思います。フィニッシュした瞬間はどういった気持ちでした？とりあえずも嬉しかったですね。分かんないですけど、ちょっと感情がよく分かんないですけど、本当に走り切れたのがとりあえず嬉しかったです。とりあえず第一段階として走り切れたことがすごい嬉しいのと、まあ、1秒台に乗れたことが、まあ、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それだけです。しっかり渡して、ゴールまで行って、僕は相談して、まあまあでいいと思うわ。頑張るぞ。閉めてよ。コーゲさん、シーン！ファイティー！頑張ってー！一般女子40キロの体重決勝は、この後最後の7組が発表します。この7組には、6レーン、湖南大学が出ています。湖南大学は、今年の日本選手権も400メートルリレーで優勝しています。また、この大会では、日本学生記録であります44秒51の記録に挑戦をします。それでは、先頭は7大学、大会記録は44秒20、学生記録は44秒50。
おめでとうございます。ありがとうございます。このメンバーで走らせてもらう機会がそんなになかったので、代打でいきなりではあったんですけど、このメンバーで走ることができてとても嬉しかったです。今シーズンラストの試合ということで、リレーに出場させていただいて、しっかり優勝することができたので良かったですし、花江さんの復活のレースということで一緒にリレー走ることができて良かったです。リレーの前の雰囲気とかも、ちょっと前日本選手権リレーを走ったメンバーとはまたちょっと違って、久々の花江さんの雰囲気っていうのを感じれて楽しかったです。今シーズン最後のレースでやっぱりこのメンバーで走れて優勝することができてとても良かったですし、花江さんの復帰戦で一緒にバトンをつなぐことができたので良かったです。久しぶりで、ほんまに 3-4 でつなぐのはほんまに久しぶりで、やっぱり少し前とは感覚は違うのかなと思ったんですけど、もうとりあえず背中、花江さんの背中に吸い込まれるような感じでちょっと難しいですが、はい、とても偉大です。このみんなで本当にバトンをつなげたことがまず一番嬉しくて、もう一回ユネとワカナとか一緒にノームラッシュも一緒にバトンをつなげて本当にそれが嬉しくて、そうですね、なんかこの試合もほぼ一緒にリレーを走ってくれるために来ていただいている形なので本当に感謝しかないです。ありがとうございます。久々の表彰台はどうですか？嬉しかったです。気持ちいいですね。次がリレーなの。終わりすぎて。やめて。中に左足のハムがちょっと何回も散ってしまって、ちょっと大事を取って危険という形にさせていただきました。でやっぱ久しぶりなのもあって、もう普通は1本ぐらいが合ってるんだろうと思うんですけど、2本でも、はい、自信はつきました。スタートで、ね、久々に立った瞬間改めてどうですか？いや、ブルブルでした。ガクガクで緊張で、でも帰ってきたなっていう、帰ってきたなってそんな経ってないんですけど、怪我から走れるようになってよかったなって思いました。下半身がすごい動いてて、上半身が今追いついていない状態に自分ではそう思っているので、もうちょっと来年に向けてちゃんと絞って競技走る体を作っていきたいなと思いました。今日、はい、満点だと思います。来年につなぐ日本っていう形で考えていたので、すごい良かったと思います。辛いこともありましたし、でもこうやって競技に向けて頑張れたので、すごいでも楽しい9ヶ月でした。いろいろ感情は混ざってますけど、良かったなと思います。走りたいっていう気持ちと、やっぱり周りの方の支えというか、声をかけてくださる言葉とか、そのやっぱ先輩後輩、本当に先生親、感謝です。本当にそれが一番感謝です。それが一番のモチベでした。もう陸上始めた小学5年生のね時よりも緊張しました。本当にもうゴールした瞬間もちょっと涙がね溢れてきましたね。まずは年明けのね大会も含めて、コツコツ一つずつね大会ね積んでいって、で日本選手権ですね、しっかりと決勝残れるようになってから、パリ目指していただきたいなと思います。はい、いや無事に走れたので良かったです。もう本当それだけです。
だともう先生方とか運勢さんとかの本当皆さんのおかげでここまで来れたので、もう本当のその感謝しかないです。あのこれからまた先大変だと思いますけど、あの、まあ、自分で乗り越えていった方がいいと、やりたいだけやってもらえたらいいなと思ってます。はい、もう本当にありがとうございました。まあパリ五輪が来年あって、まだまあ諦めてはいないので、まあ、今回の試合でまず第一歩ということで、来年に向けてしっかり体仕上げて、できるところまで仕上げて、来シーズン楽しくまた走りたいなと思います。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。